すいません。ということで、今日も走ってきました。まあ、今日こんだけですね。2.54 キロ、まあ、大体のね、大体なんですけどね、これね。はい、22分43秒ということで、走ってきまして、今めちゃめちゃ暑いです。汗かいてます。わかりにくいですけどね。はい、ではですね、今日見たアニメから、まずはまた紹介していきましょう。今日は何本見たっけな。で、今日はちょっとね、疲れました。なんか昨日から左目なんかめっちゃ赤くてね、別に何ともないんですけど、視界が悪いとか痛いとかなんら感じないんですけどね。はい、じゃあ今日見たのがですね、今日は6月22日ですよね。はい、今日ははい、クロスアンジュ20話107マグカップも最終回、クロスアンジュ21話で、クロスアンジュ22話クロスアンジュ23話、はい、ここまでの1、2、3、4、5本見てから寝ました。あ、違う、もう1個見たか。で、Tアニメストア見てたら、なんじゃこのタイトルはと思って、俺の指で乱れろ。見たら山岡由里さん出てる、それ響きユーフォニアムの、吉川優子の山岡由里さん出てるやんと思って見てみました。俺の指で乱れろ。閉店後、2人きりのサロンで1から4話。で、次が、あれ、ちょっと待って、1から4話。で、次が5から8話。で、今日はですね、おかんが仕事に出かけてから、恋と呼ぶには気持ち悪い最終回、最高でした。不滅のあなた第11話、神回でしたね。で、次がサマーウォーズ。で、クロス30、24話、クロス30最終回と見ました。なんで今日は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13見てます。あと、響きユーフォニアムの、何週目かわからない6話も見てますんでね。はい、ということで、もくもく1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、はい、今日13本見てますね。バカな所業です。もう何日連続10話以上見てるかわからんですね。皆さんは決して真似しないでください。で、今日はなぜか疲れましたね。サマーフォーズ見終わってから、まあ、うちではね、ワンルームでハート東京中なんで、母がいない時じゃないとこの部屋から視聴できません。で、最近ですね、夜に小声でまたちょっとリアクションやるようにしてます。もう風呂熱くなってきたんで、だから小声でもリアクションはできるというのをね、見ていただきたいと思います。ちょっとこれに関してはもうね、もう夏場の風呂はちょっとやばいと思うんで、ただちょっと根気ものだけはね、根気ものだけは根気を入れて、すいません、まあ、風呂場からにしようかなとは思うんですが、やし夏アニメはそのリアタイ勢は、もう風呂行って、で、あとの、まあ、新たに見るアニメとかはもう部屋で小声でやろうかなっていう考えております。ちょっともうどうしようもないですからね。ちょっとまだなかなかね、この家を出れる予定がないもんで。ちなみに今、目の前でうちの母は幸せポンピーガール見てます。声が聞こえてるかもしれませんが、はい、ということでね、ちょっと今日は薄っぺらい Vlog です。特に内容はありません。まあ、見たアニメの報告だけですね。で、ちょっと近いうちに僕のオリジナル技の解説動画を出そうと思います。誰が興味あんねん、誰が興味あんねん。ただ今ね、このおうち時間が長いので、ちょっと役に立てればなと思って、ちょっと大道芸の技を解説しようかなと思ってます。はい、ということで、2021年6月22日の今日の Vlog でした。はい、また深夜になったら、ヒゲを剃るの最終回ですかね、次。と、聖女の魔力も最終回ですかね。多分最終回ですよね。はい、この2本は風呂場で見ようと思います。で、今日クロスアンジュを見終わったので、まあ、次何見ようか、これから考えたいと思います。はい、以上、マジタイムハマーでした。どうもありがとうございました。それでは。